ようこそ。男子も。
俺ね、岩槻だったんだけどね、小学校。あの特に岩槻市内、小学校一つしかなかった。で、校舎が足んなかった。で、午前中1年生が使って、午後3、あの5年生が使った。同じ教室で、そういう時代だった。要するに日本が、その時はね、もう金がなかった。日本という国自体が、校舎を作るほどの。俺最近になってここに来た。でも全然見かけなかったよ。一緒なんだ。あの頃さ、幼稚園がステンレスからやけなかった。
最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。次の動画のご視聴をお待ちしております。